川崎菓子駅は神奈川県川崎市幸区にあった日本国有鉄道の貨物駅。ヤムケ駅を起点とする 1.7km の南部線の貨物支線の終点であった。1927年3月9日に南部鉄道が開通するにあたり、川崎市に設置された2つのターミナルの一方がこの駅である。すなわち、川崎駅が旅客ターミナル、川崎菓駅が 貨物ターミナルである。川崎菓子駅は玉川のあぜにあり、鉄道と水運の結束点となっていた。本来はこのようにターミナルを分けず、貨物駅も川崎駅に隣接していた方が便利だったはずだが、南部鉄道は川崎駅から玉川に至る土地を確保できなかった。川崎菓子駅は主に砂利を取り扱っていた。この砂利は、 多摩川上流域の川床から採掘されたもので、鉄道で輸送され、ここで橋家に移し替えられ、東京湾岸の事業者へと運び出された。そのため、川崎菓駅には船だめが設置され、ロートを使って砂利を橋家に落とせるようになっていた。しかし他業者がより上流で盛んに採掘した結果、上流からの砂利の供給が不十分となって、 1934年には当局による砂利の採掘制限が始まり、上流の大梅電気鉄道沿線での採掘に中心が移っていき、南部鉄道としての砂利採取事業の重要性は低下していった。このほか、東京成功川崎工場が近くにあり、東京成功もこの駅を使用していた。また、第二次世界大戦中には軍需もあった。1969年の 東京成功川崎工場の閉鎖と東京湾岸地域の鉄道、道路網の整備による需要減少により川崎菓市駅は1972年5月25日に廃止された。一部の資料では駅廃止を1970年としていることから駅自体はその頃にはすでに休止状態であったのかもしれない。 幸い緑道現在、駅と貨物支線の敷地は1976年の整備以来幸い緑道となっている。ありがとうございます。